つっきまさ320円するんちゃいます。両君にも聞こうか。ライカの遺跡どうするよ。え、ギマランとイサク取って入荷するジャパン涙目にします。え、<laughs> <laughs> やべえなー。ワッシーさんを涙目にしますよ、<laughs> <laughs> 泣くわ、それ。泣くわ。ガチでギマラン取るってのは面白いよね。え、隣じゃなくていいんですかなんかねあ、隣じゃなくていいっす <laughs> それは。<laughs> あのー、でも。 うん、だからライスのインタビュー見ましたアスレチックのインタビューでねあのー、ライス8番でもやるけど個人的には6番がいいけどねってずっと言い続けてたんですよただ今期の使い方見るに、まあ、ライスマジで8番で使えそうじゃないですか8番っていうかインサイドハーフでねってなったら、まあパーティーとジョルジーうんまあ2年連続アンカー取るか値て話だからな だからまあそこでギマラン取ってあとはあの右サカとウーデをカバーできる選手一人取ってあとはハト君を取りたいっすうんっていう感じかなうん寄れるハト君欲しいんですけどねこれはああまあ GK もそうだねうん あ,あ、フェネルバフチェンのカーディオールが、そう,そうそうそう、カディオールね。なんか結構相当いいらしいじゃないですか。ちょっとカディオールまだチェックし終わってないんでなんとも言えないんだけどね。イサクはいらないというか多分取らないと思う。もうあの感じは。うん。だってもうギマランに相当ご就心じゃないですか。いや、正直ギマラン取ったらクソ強えと思うよ。っていうかもうタサポに怒られる領域まで来てると思う。 いやーそれそれないわ、おもんなって言われる領域じゃない。だって、ギマランウーでライスよ。ほんと3人怪我しないよ。で、ずっと、3人怪我せずにずっといるのよ、マジで。うん。せこいって言われるからな、マジな。で、ベンチにジョルジーとパーティーいんだよ。<laughs> それは幅厚ー CM。そう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 ,そう。ただその、アルテタの国内組を大金かけて取るっていう方針はもう非常に理にかなってると思うんですよ。ただたまには国外から見たいよな。やっぱちょっとな。うん。国外の方、遺跡がなんか誰かちょっと見たいなっていう感はあるかな、俺は。なんだかんだ国外の選手を大金取るの好きなんよね。なんだなんだこれみたいな。 ちょっと待って、こいつやべえぞみたいなのがちょっと。で、ギマランとかだって絶対うまいもんなんもん、もう。100億パーうまいし、ハマってもそりゃそうよみたいな感じながらな。コープマイネルスとかやっぱそういう補強いいよね。コープマイネルス早くコイリをプレイみた閉めろよ、コープマイネルスマジで。俺はコープマイネルスじゃねえよ。<laughs> 本当に。コープマイネルスってどこいんだっけアタランタ。アランタラか。 いや、俺が取ってほしい補強言っていいっすかうん。え、イサクオリス・キミヒス。<laughs> <laughs> <laughs> この3人で勝ちはよ <laughs>。めちゃくちゃ下から引き抜くやん <laughs>。<laughs> <laughs> この3人でいきましょう。イサクねえ。うん、怪我しなきゃマジ。私、フォワードとして一番ようやってる。うん。 サクスペーだとてそれでも取りたいそんな魅力的な男です、イサクはスペーを言い訳にさせない <laughs> そんな男なんです、イサクは <laughs> てかイサクの何がいってワントップできながらシュートセンスもあって速さも補いつつあの左ウィングもやれるっていうほんであのプレーがアンリっぽいもうま,さしくまさしく14番を背負ってほしい。 そんな感じでございますフォルムがいいそう走り方がいいほぼそれやろ <laughs> うんそれもう本当に伊坂 2>,、えー、2年連続で結果残したことないじゃあ俺らのことこで結果残そうぜ <laughs> 怪我するよ多分だって怪我しなくてさスピーディーなタイプのフォワードって今市場にいるかっちゅう話で若くてでダメだった時転売できるそれが大事マジで あのね、ベテラン取っちゃうとね、体形取る割に食べた時撤廃できないんですよね。それがきついのよ。いや、俺一瞬思ったんだけど、ワトキンスめっちゃいいなと思ったんだけど、彼28なのよ。で、いくらダメでも2年いるじゃん。そしたら売るとき30なのよ。もう値段つかねえのよ。キリアン取れたら苦労しねえから。マジで。で、おしめんだったらイサクでよくないと思うんだよね、俺。 まあ確かに推しメとイサクどっちがいいって言われたらうんどっちでもいいのかで2年後まだ高く売れる年齢ってなってくると俺ギリ26なんだよね壁が26歳ならうんだったらまだ2年後たっても28だからまだまだ、まあ、うんおし面何歳おし面二25ぐらいじゃない、うん、あ五5ぐらいかうん ボリオはね、いかせんプレーを見てないっす、<laughs> ほとんど。なん <laughs> とも言えない。うん、なんともいえない。<laughs> ボニフェイスは多分めちゃめちゃアーサルにそう。んだよアーサルに合うという意味でなんかボニフェイス、なんか落としとかもうまいしみたいな感じなんだけど、<ー>はっきりし言うけど、俺、アーサルに合う選手よりも、アーサルを変えられる選手なんか欲しいよね。あー、なるほど。そう、今の延長線上にシールはないと思ってるんで、僕は。 森り,りでもアーサルの新たな形を見せてくれる選手の方が欲しいんですよね。正当的にパワーアップだったら、もっと受けないっていう。そうそうそう。おばめやんだな。いお全世紀おばめみたいな,な。ドルト時代のおばめ、ほに。全、うん、世紀おばめみたいなやついな、ね、いドルト時代のおばめみたいなやつ。ギラシーじゃん。ギラシーが。<laughs> <laughs> いいよ、これ。<laughs> アボニーか。アボニー、ーギラシー、ーサーディク。<laughs> めっちゃ下がってるやん、サーディク。<laughs> じゃあそうなってくると、なんか、<laughs> ギュケレッシュ、まあ、ギュケレッシュは分かんないけどな、まだ。一、うん、個上のランクに上げてほしいんだよな。ギラシ28か。あ、そっか、ギラシも年取ってんのが。うん、だから、マジ、今、市場にいないんですよ。 ラウタローとかダメっすか <laughs> <laughs> ラウタロスダメっすかラウタロスだ。結構俺も絶対ないけど、市場に出るんだったらラウタロスマジで結構一番欲しいんだよな、俺。<ー>キャプテンシーやって <laughs>、何でもできて、天気見でて、万が一市場に流れたら行ってほしい、本当に。ラウタロスだ。うん、普段。 見ないから本当アルゼンチンのイメージしかないんだよね <laughs> アルゼンチンで決めてないイメージしかないんだよねでもリーグだとそんなことねえだろうしな<ん> <laughs> でも市場にいねえのよフォワードがうん。あとザクツィに夢を見るかっていう話もあるけどね出たザクツィすごいらしいけどね、うん、ボローニャだっけボローニャーそう,う ラウタラちょっとかっこいいから好きなんだよなマジでラウタラめっちゃかっこいいラウタラめっちゃかっこいいから純粋に好きなんですよね